涼やかな滝の音、それから時折風に乗って冷たい空気がこちらまで届き、とっても気持ちいいです。玉川村のお辻ヶ滝、日本の滝百選にも選ばれている名所で、阿武隈川唯一の滝です。およそ100メートルもある川幅いっぱいに水がお辻の形をして流れ落ちることから名付けられたお辻ヶ滝。暑さを吹き飛ばしてくれる滝ですが、夜も楽しんでもらおうとライトアップも行われています。ランタンとともに夜の闇に浮かび上がり、神秘的な空間を演出しています。一方で今日日中の郡山市、最高気温は 34.9 度となりました。強い日差しが照りつけていて、立っているだけで汗ばんでいます。この暑さから、日陰のあるベンチでは休んでいる人の姿も多く見られます。しんどいです、はっきり言って。凍らせて水持って歩いてます。氷で、なので水分での補給だけはします。暑さから市民を守るため、市内の図書館では新たな取り組みがスタートしています。外の暑さから一転して、こちらの図書館はクーラーが効いていてとても涼しいです。窓には寮と書かれたポスターが設置され、秘書避難施設として開放されており、多くの人が涼みながら読書を楽しんでいます。ポスターに書かれたクーリングシェルターの文字。クーリングシェルターとは、今年4月法改正により位置づけられた施設で、熱中症特別警戒情報が発令された際、管理者は施設を開放しなければなりません。郡山市では6月15日から9月末まで、公民館や図書館など50の公共施設でクーリングシェルターとしての開放を試験的に始めています。熱中症が毎日ちょっと危険な状況だというふうに伺っております。ぜひですね、図書館利用してですね、涼んでいただくでも、本読んでいただくでも、利用していただければ、幸いに存じます。中央図書館では1階の椅子を倍以上に増やし、休める環境を整え、7月の来館者は暑さの影響もありますが、昨年と比べおよそ 1.6 倍となっています。すごく涼しくていいと思います。すごく安心しますね、やっぱり、はい、こういう、暑い時にはここにいつでも来ていいよっていうのも、そもそも私は知らなかったので、子どもたちも知らなかったので、すごいいい取り組みだと思います。郡山市は来年からの本格運用を前に、商業施設などにも参加を促すなど調整を進める考えです。最近の猛暑を考えると、とても良い取り組みだと感じました。ただ熱中症特別警戒情報が出された場合、このクーリングシェルターの開放は義務付けられるため、施設側の理解も必要になります。